朝日新聞東京本社、朝日新聞東京本社ビル朝日新聞東京本社、ビルは東京都中央区築地にあるビル。設計都市工は株式会社、竹中公務店であり。築地社屋2階コンコースにある、封印100年の彫刻は、竹中公務店が朝日新聞総監100周年の際に寄贈したものである。東京本社ビルは地下4階、地上16階、 東屋2階建てであり、高さは71メートルである。建築と設備の総工費は414.23億円である。築地社屋は1977年に着工し、1980年4月23日に竣工式を行われ、その日の朝日新聞長官に新本社についての8ページにも及ぶ特集を掲載した。同じ年の9月23日に、 朝日新聞東京本社が有楽町社屋から移転した。しかし、移転翌日の9月24日に関東地方にマグニチュード6クラスの直下地震が発生し、その翌25日にさらに地震が5回も連続発生した。その地震が水漏れ事故を誘発し、朝日新聞の新聞制作システムの電源を切る、 事態まで発展し、勇敢配達を遅らせた。1980年11月21日、朝日新聞が新社屋の春工披露パーティーを行い、鈴木前行首相、松下幸之助など、政財界の重鎮も出席した。1981年5月11日、昭和天皇が新社屋を訪問した。翌年の1982年5月11日、 皇太子と、広宮様も朝日新聞東京本社を見学した。また、ポーランド、連帯のワレサ議長、イタリアのペルチーニ大統領、ヨルダンの不ン国王、西ドイツのコール首相など、海外要人の見学も続いた。ビルには、朝日新聞東京本社のほか、朝日新聞出版、朝日メディアラボベンチャーズ株式会社など、朝日新聞社の関連会社も入居している。 朝日新聞社は、ビルの地下部分は、新聞の印刷工場を設けており、都心部の新聞社の地下で、印刷工場があるのは、朝日新聞東京本社のみである。ビルの2階に、タリーズコーヒー朝日新聞東京本社ビル店、レストラン、アラスカが入居している。また、8階にローソン朝日新聞東京本社店が入居している。もともとこの土地は、国有地で、 かつては、海上保安庁水路部の施設が設けられていたが、1973年に、朝日新聞社が、大倉省と土地交換と金銭売買により、中央区築地の土地を入手した。1973年1月23日、朝日新聞所有の、朝日農園と大倉省管轄の築地5丁目2番25号、面積4645平方メートルを、 土地交換し、所有権が移転された。等価交換と推定され、購入単価を、壺あたり56万円とすると、朝日農園の評価額は7億8800万円ということになる。同年2月12日、大蔵省管轄の中央靴築地5丁目2番1号、面積135平方メートルを金銭により、購入。 売買代金は17億271万円。一説には、当時、朝日新聞社の社長だった、広岡智夫が、当時日中国交正常化関連で、関係の深かった時の総理大臣、田中角栄に払い下げを依頼したという。有楽町にあった、東京朝日新聞社社屋朝日新聞社、東京本社は当初、 銀座に社屋があったが、関東大震災で全焼した。そのため、1927年3月20日に社屋を有楽町に移転した。社屋の敷地は、日課生命保険の所有地であり、面積は約3300.5平方メートル、江戸時代には、月やみ付け跡だった。朝日新聞社に、この敷地を紹介したのは、読売新聞社社長。 勝力松太郎だった。敷地の買収費用が100万円、社屋の公費が約250万円だった。有楽町社屋は地下1階、地上7階、東屋2階の鉄筋コンクリート作りであり、工事は竹中工務店が担当した。有楽町社屋の設計者は石本菊次であり、分離派建築である。建築外部の色彩は1階と2階に、 平和を意味する青色で、3階以上は希望を意味する黄色で塗装された。6、7階に大ホールを設置し、1200人を収容することができる。当屋1階に旧車を設け、200羽の伝書畑を収容することができる。朝日新聞東京本社の月地移転で、有楽町社屋が解体され、1984年に有楽町マリオンとして再開発された。 ありがとうございます。